岡山市北区の西条稲荷には朝から多くの参拝客が訪れ、賽銭を投げ入れて思い思いに願い事をしていました。昨日でも綺麗に太陽が上がっていい年になりそうなんで、ぜひいい年でありますようにいうことだと思いますが、健康とみんなの周りの人の幸せを願いました。6年生ですね。勉強とかちょっとそういうちょっとなんか頭をもっと賢くなっていきたい。西条稲荷では去年の三が日におよそ53万5000人が初詣に訪れましたが、今年はそれより多いおよそ54万人を見込んでいます。